でそれで事業をそもそも作っていく、ね、事前の検討会もそうですけども、その事業を作っていくっていった時にどういう部分を頭に置いておけばいいのか、これが事業作りの発想というものです、ね、でその判断のポイントをまとめたのがこの、スライドと次のスライドになってきます、ね、で先生方からした当たり前だというふうに思われるかもしれません、ね、でもその当たり前のことなんだけれども、改めてこういうふうにこう整理してみると分かりやすいところもあるのかなと思います。から授業を作っていくときには、ね、いくつか その判断の節目があると。で一つ目は、ね、目的とか目標、願いとか狙いを明確にすると。でもう一つは学習課題とか教材ですね。でこれ素材です。でそれで三つ目ですね。これはまあ学習の流れと場の構造というふうなことで、授業の展開とか、ね、あるいはその、学習形態、そういったものをどういうふうにデザインするかと。でその次が技とテクノロジーっていうことですね。だどういうふうに言葉と体で働きかけてテクノロジーを使うのか。で最後にその授業の結果とかプロセス、ここをどういうふうに把握するかという評価ですね。から授業を組み立てるときにここに挙げたような、ね、5つぐらいの判断の節目、これを頭に置いておくことが大事ですよというふうなことです。で実際、まあ、こうやって口で言われてもですね、ふんそうかというので終わっちゃうかもしれないので、ここで実際このプロセス、この判断の節目に即して授業を作るというふうなことをちょっと実演してみようかなと思います、はい、ではお題としてですね、考えてみたいのはこれです。はい、昆虫でいきましょう。はい、昆虫、ね、だ小学校3年生の素材ですね、内容です。でこの昆虫、ね、その昆虫を教えるっていうふうな時にちょっと先生方にお尋ねしますけれども、どのような素材で教えますか、つまりどういう虫具体的に使いますか。どうでしょう、昆虫を教えたいという時にどの虫を使いますか。どうでしょうかね、ちょっと周りの人と話してみますか。昆虫というね、教える時にどの虫を使うか。はい、それでは、昆虫どの虫で教えるのかという話ですけども、では一列当てて聞いてみましょう。ではここ一列、すみません、一つずつですか。はい、一つずつ、はい、蝶々、はい、蝶々、はい、蝶、はい、テンポよくいきましょう。はい、蝶、セミ、セミ、はい、僕もセミで、あ、セミ、あ、まあ、かぶらないように、かぶらない。じゃあカブトムシで。カブトムシ、あ、カブトムシ、はい、アリ、はい、アリ、はい、カブトムシもアリも出てしまったので、はい、今ここで話していた、はい、トンボ、あ、トンボ、はい、トンボ、はい、クワガタ、クワガタ、なるほど、クワガタ、はい、ハチ、ハチ、なるほど、ハチ、はい、ありがとうございます。どうでしょう、これにさらに付け加えたいものありますか。付け加えたいもの、一声あげてもらったらどうですか。はい、カイコの、カイコですか。お、なるほど、カイコ、お、なるほど、カイコです、なるほど。他どうですか。バッタ、バッタ、なるほど、バッタ。他どうでしょう、カマキリ、あ、なるほどね、あ、どんどん出てきますね、はい、はい、カマキリ、はい、どうですか、他何かあります。子供ですか。はい、クモ、なるほど、クモ、なるほど、クモ、はい、でしょ、まあとりあえずこの辺でいきましょうか、はい、ではこういうふうに出てきました。昆虫を教えるといった時に、まあいろいろ他にもあると思います。虫は無数にいます。でその中で、まあ、ゴキブリとか出す人もいますけどね、まあそれはまあ今回ない。でまあこういうのがこう出てきました。では先生方一つ決めてください。どれですか、どれで教えますか。一つ決めてください。昆虫を教える時にどれで教えるかっていう話です。はい、決めてくださいね。では手を挙げてくださいよ。いいですか。はい、では蝶、蝶々で教えます。はい、蝶。ああ、なるほど。はい、十七。はい。セミ、セミ。一、二、三。ああ、四ぐらい。はい。カブトムシ、カブトムシ。ああ、なるほど。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一。はい。アリ、アリ。ああ、なるほど。結構いい。ああ、はい、ではトンボ、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 あ、トンボ、はい、クワガタ、あら、シーン、はい、ハチ、
八。あ、なるほど。はい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 三。はい、解雇。解雇。解雇ないですか。あ、ではバッタ。あ、一二三四五六。はい六。はい。ではカマキリ。カマキリ。はい。雲。雲。あ、ない。はい。なるほど。いうことですね。で、ここでそれぞれ、まあ、蝶々、カブトムシ、アリ、この辺が多いわけですけれども、まあ、それぞれにこう理由もあるかなと思います、ね、で、どの素材でというかどの虫で教えるのかといった時にそれを決める時のポイントの一つ、それはこの昆虫を教えるというわけですけども、昆虫を教えることのポイントどこにあるかって話です。昆虫、これ概念なんですね。昆虫というのはこの昆虫を教えることのポイントはどこにあるかです。わかります？昆虫を教える時のポイント、まあ、これはまあ小学校の先生方とかね、理科の先生はもうご存知だと思います、ね、ので、まあ、間違ってたらまたさりげなく言ってくださいね。それは昆虫というのはこの頭、胸、腹、ね、で頭に触覚があって、ね、でそれで足ってどこから生えてますか。足はどこから、ね、頭、胸、腹とあって、この胸から三椎生えていますね。で、まあ、羽のある場合も多いですよね。ないこともありますが、はい、まあ、こんな感じで、それが一つと、もう一つはまあまあこういった昆虫っていうふうなことを教えるときには、昆虫っていうのは例えばその幼虫でね、でそれでさなぎになって成虫になる、ね、だからそういう面でいうとこの変態というね、まあ大石だる回ってるからあんまりやめておこう。はい、まあそういうですね、こう成長のこのプロセスがこうあるということですね。で、この辺がポイントになってくるということです。で、まあ、からその昆虫を教えるというふうに言ったときに、その教材にしていくときには、まず教えたい内容がその素材を通じてちゃんと伝わるかどうか、これが大事なわけですね。だからそれで言うと、この昆虫っていったものね、この基本構造、これが抑えられることが大事になってくるという話です。で、それで言えばどうでしょうか。この形に近いものですね、近いもの、ね、で言うと、パッと見このハチとかね、この辺はなんか近そうな気がしますよね。スズメバチとかね、近い。だけどこれはハチを教材にするのは 小学校をちょっとターゲットにしてください。小学校3年生です。ハチはこれ素材としていいでしょうか。危ないですよね。ちょっとこれは難しい。でも中学校の理科であれば、これ蜂は結構使われてるんじゃないかと思います。だから実際のその触れるじゃなくって、その絵とね、絵とかね、そういった図みたいな形で言うと、その蜂は分かりやすいから結構使われると思います。でも小学校のね、昆虫のね、単元ということで言うと、この蜂は危ない。で、似たようなので言うと、この形、羽取ったらば、アリが近い。ね。から、アリ多いですよね、アリ。で、アリもアリなんです。アリもアリです。まあ、これ笑うところですけどね。アリもアリなんですよ。ね、でこのアリもアリっていうことなんですが、しかしこのアリを扱う場合にはちょっとリスクもあるんです。わかりますか？アリちょこまかちょこまか動きますよね。小学3年生想像してください。アリ使ったら教室大変なことになります。からリスクがあるんです。で、ちなみに教科書はリスクを取りませんから、だからアリは。ちょっとクロート向きかなっていうのでやっぱ使わないと思いますね。でもクロートな方はアリ使ったりもします。シャーレの中にね、アリをこう何ですか、こう動かすと、そうするとそうやってうまくやれば、そしたら逆に動きますからね、必死で見ようとするわけです。で、身近だからそれで例えば粘土で作ってみようみたいなことになってくると、結構いろいろと学習の幅広がるんです。だけどアリは結構ややこしいから、ちょっと例えば教科書とかで扱うには適してないなみたいな形でこれは使わない。でもアリもいい教材になります。で、それで言うと実際教科書で使われるのはどれかというと、ね、一番票を集めたこの蝶、モンシロチョウですね。カイコもいいかもしれません。カイコもいいかもしれません。それ総合とリンクさせたらいいかもしれませんね。総合学習でカイコを育てる。だそことリンクさせて昆虫をってことやったらカイコでもいいかもしれません。でも実際そこまで総合とリンクしてなんてことは普通理科のカリキュラムでは考えてませんから。だから蝶、モンシロチョウでやるということです。
で今この中で蝶もそうですし、アリとかカブトムシ、この辺が票を集めてるっていうのは、これは単にね昆虫の特徴を表してるっていうだけじゃなくて、やっぱ子どもたちにとって身近なものであるかどうかっていうのが教材作る時に大事だよっていう、そういう多分思考も働いてるんじゃないですかね。だから教材作りにおいて大事なこと、それはその内容がですね、教科の内容ね、そのポイントを捉えてるかどうかという面での典型性、それからもう一つは子どもたちにとって身近で興味をそそるようなものであるかどうかっていうふうな具体性から、この2つ両方やっぱ考えて教材を選ぶということだと思います。でそれで言えばこのカブトムシね、子どもたちにとって大人気なわけですね。人気がだからこれだけ票を集めるということかなと思いますね。でもまあ典型性というふうなこととの関係でいうと、この蝶の方ね、無難だし、でしかも蝶っていうのは身近な上に飼育してね、それこそ愛着を持ってね育てていくこともできる。だからそれで言えばこの典型性と具体性、この辺のバランスからしたらば蝶を選ぶというふうなことになるのかなと思います。ここまでやってきたこと、これがその願いとか狙いを明確化するということと教材をデザインするというふうなことになってきます、ね、で昆虫というふうな内容、これのポイントは何なのかなということを考える、そしたらどの素材を選んだらいいのかなということを考えるということですね。でこれで授業の骨組みある程度できてくる。でもこのいろんな素材挙げてもらいましたけども、でも他のやつも結構捨てがたいですよね。だから1時間の授業っていうのは蝶々示して終わりだけでもないんですよ、ね、だから1時間45分なり50分の授業を組み立てていくって時には教材の並べ方っていうのが結構大事になってきます、ね、それでいうといろんなこのね出してもらったこの虫素材使い道もあるかなと思うんですね。でどういうふうに並べたらいいでしょう。3つ使いましょう。蝶を含めて何使いますか。3つちょっと前の人と話してみましょうか。3つ使うとしたら、はい、それではまあ3つですね、まあ、いろんな組み合わせあるかなというふうに思いますけれども、例えばこんな組み合わせどうですかっていうことをちょっと提案します、ね、で蝶この次どれかですね。私はこの中で言うたらこの辺を使ってもいいんじゃないかと思うんです。あれこれ雲、なぜか分かります。昆虫ですね。雲、これは虫ですけども昆虫じゃないんですよ。だから虫っていうのと昆虫というのは違う、ここはやっぱ抑えたい。だから日常生活で虫って言われてるんだけども昆虫でないもの、つまり概念の典型があったとしたら概念から外れるものですよね。だからそれを使いたいという形です、ね、でだからそうするとあれ蜘蛛とか団子虫、団子虫っていうふうに虫っていうふうに言ってるけどもこれ昆虫じゃないなと、ね、これから外れるから、からそうすると、あ日常生活の虫っていう風なね、そういったものと昆虫っていうのは違うんだなっていうので、なるほど昆虫よく分かったっていうので、それで終わってもいいかもしれません、ね、終わってもいいかもしれない。で実際それで終わることも結構あるでしょう、ね、でもそれで分かった分かったになるわけです。だけどさっきの話、練り上げがある授業じゃないですけれども、日本の先生方って意地悪なんですよね。分かったで終わらないんですよ。揺さぶりたくなるんです。何で揺さぶるか、ね、蝶行って雲行きました、で揺さぶる痛くなる、どれで揺さぶるかということですが、ちょうどいいのがこのカブトムシですね。カブトムシどうですか。カブトムシって昆虫ですか。どうですか。カブトムシって昆虫ですか。昆虫だと思う人、はい、昆虫、あら昆虫でない、迷っている、あれいないですか。あれそんな確信持っていますか。昆虫ってカブトムシ、この頭胸腹ってどうなってます。カブトムシって頭胸腹ありますか。頭胸腹ありますか。ありますか。というふうにこう聞かれるとどっちかなってちょっと迷っちゃいますよね、大人であっても。これが大事ですね。ましてや子供はもっと迷います。だからあれ分かったと思ったけどどっちかな、これがやっぱ思考が生まれてる瞬間ですよね。だからこれこそ揺さぶるということです。分かったつもりのことがあれ分かんなくなるって話です。だこういう瞬間をたくさん作れるかどうかっていうのはやっぱり授業作りの妙みたいなもんですよね、展開で。それでいうとこのカブトムシ、まあ気になったら調べてください。カブトムシは昆虫かみたいなのですぐ調べたらですね出てきます。これちゃんと昆虫なんです。頭胸腹あるんです、あるんですけどこんな綺麗な感じじゃないです、ね、綺麗じゃないです、ね、
で、あの全体の兜みたいに見えてるもののこの先っちょの上のところね、あのそこだけが頭なんです。でよく見るとなんかずんぐりむっくりしたような形で一応頭胸腹あるんです、ね、今日は詳しくはしませんが、ね、であのちょっとイレギュラーなんですがちゃんと頭胸腹あるんです。からそれでいうとこのカブトムシね、概念の非典型なんですね。典型的なものじゃないんですよ。からそこでそのギリギリのラインを攻めることによって、あ、カブトムシもこれ微妙だけど確かに昆虫だっていうふうに分かる。そうすると確かに分かったってことになるわけですね。からそしたらばあの忘れないですよね、昆虫って何ぞやってことね。からこれがその1時間の授業の展開っていう話です。からこの3つ目ですね、授業の流れと場の構造、だから素材をどういうふうに並べるのか、でそれでその時にカブトムシっていうふうなことを投げかけてどうって言った時に思考したくなるような表情が生まれてきた。だその瞬間先生の側で説明するか、子どもたちにグループで投げるか、それかこれを授業の最後に置いてで学びを促すか、これまたいろいろオプションありますよね。だこれは授業間によって変わると思います。ストンと落としたいのであれば授業内で収めて先生が実際に観察して例示してもいいかもしれません。だけど本当に子どもたちに学び続けていくとかね、そういうふうな学習者主体っていうふうなことをより強調するんだったらば一旦投げてみてもいいかもしれない。終わり方をこういうふうにもう揺さぶって終わる、もやもやして終わるというふうなこともあってもいいと思うんですね。そこはやっぱ授業間によって変わってくるところです。でもその時にどっちにしてもね、ペアでやるのかグループでやるのかね、そういうふうに学習の形態みたいなものもあのポイントになってくるというところですね。なのでここはその学習の流れと場の構造だから、思考したくなるっていうふうに触発した時にどういうふうなね、あの構造でね、あの時系列とそれからあの共同のね形を作るのかというあたりがポイントになってきますよということです。であのこういう形でね、ある程度その場学習の流れと場の構造、ここまでのところで授業の骨組みって大体できるんですよ。で今言ったような流れで授業をすれば私以外の人でも昆虫の授業を多分作れると思います。これが教材の良さです。いい教材を作るとみんなで共有できるんです。だけどいい教材があったとしてもいい授業になるとは限りませんね。から今言ったようなこの流れでね、蝶、蜘蛛、カブトムシみたいな形でね、あの授業を組み立てたとすると、だけど授業を作ってる時に進めてる時にもたついたりしたりとかね、このカブトムシをおもむろに出してくる時にさらっと出しちゃったりとかね、するとその力半減なわけです。ここはやっぱり教師の腕ですわね、技が必要になってくるし、あのそれこそアリをね、あのいろいろと観察するっていった時に道具の使い方とかね、そういったものでもたついてしまうと、もうそれこそですね、あの台無しになっちゃうわけです。だそういう面ではこの技とテクノロジー、やっぱり教師の側の狭い面の教育技術、やっぱりここを磨いておくことも必要かなと思います、ね、でここまでやれば授業は一応作れるということになるんですけども、でも評価まで考えた時に結構ですね、あの残念なことになってないかなって話です。授業はこういうふうに組み立てる、分かる授業ね、揺さぶりがあるというふうに組み立てる、だけど評価はどうかですね。大抵の場合こんな問題ではないですか。はい、この穴埋めしなさいって話です。それぞれの部分の名前を答えなさい。頭、胸、腹、触覚で、これは授業とずれてませんかってことです。だから授業において分かるっていうふうなことを大事にしてる、昆虫の概念を大事にしてるんだけども、結局評価でね、こういうふうに穴埋め、用語を聞く、これは授業とずれちゃうわけです。だから豊かな授業をしていながら評価が貧弱だったりすると、これはあの授業を作るときにマイナスに働いてきます。評価はあの先生の口以上にものを言うからです。本音これなんでしょってことですね。だから結局授業では分かるってことが大事、なぜを考えることが大事と言いながら、結果としてね、あのこういうふうに穴埋めすればいいんでしょってことになると、言葉を覚えるだけになるわけです。だから授業作りっていうのは、その目標、授業、評価、これやっぱ一貫性が必要になってくるわけですね。だとするとこの授業に合うようにね、評価どう工夫したらいいのか、ここは先生の工夫のしどころなわけです。からそれはもう問題作成の工夫ですよね。いろんなやり方あると思います。それこそ今やったようにね、あのいろんなこの虫のね、あの上げといて、で昆虫とそうでないもの、ね、そういったものを分けましょう、理由も添えてということもあるでしょうし、例えば
こういうふうに3つだけ、ね、パーツ示しておいて、で足はどこから生えていますかっていうことを聞いてみる。だから足の位置っていうふうなことが、これはやっぱつまずきどころなわけですね。だからそこをこう聞くと、昆虫の構造が分かっているかどうかっていうことをちょっとはこう見えるようになるのかなと思います。だから授業を作るということからすれば、ね、この上の4つで作れるわけですけれども、実際授業をやってもですね、その教師の教えた想定した通り学ぶとは絶対限らんわけです。絶対ズレが出てくるわけです。だからそこで明日の授業の改善に生かすためには、ね、その教えたもの、ね、指導したことについてちゃんとそれが子どもたちに届いたかどうかというのを確かめる必要があると、まあ、そこでやっぱ評価を工夫するということが大事になってくるのかなと思います。でこれが、ね、その授業作りのですね、まあ、そのフレームというふうなことになってきます、ね、から今言ったようなその判断の節目に沿って妥当な判断をすることによって、ある程度授業の骨組みが作れると。逆に言えばその授業っていうのはこの骨組みだけでできているわけじゃないですから、生徒との人間関係もありますよね。でも逆に人間関係できているとだけど授業がなんかうまくいかないとすれば、この今言ったこの判断の節目のどこかに問題があるんじゃないかっていうふうにこう考えていくということです。からいろんな、ね、技とか、ね、そういった手法、これもその判断のポイントを、ね、ちゃんと踏まえて、そこでのレパートリーとして学んでいくことが大事なんだろうなと思うわけですね。でなのでこの判断の節目でそれぞれについての原則を学んでいく、まあ、そういったことが大事になってくるんではないかということです。